はい、いつもご視聴ありがとうございます。おはこんにちばんは、おしんちゃんことおばせる。本日は赤から渋谷店さんにお邪魔しております。今日はスペシャルゲスト、リュウさんとコラボです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日は2人で激辛にチャレンジしつつ、いろんな大食いもしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも今日30から大丈夫ですか？なんか結構辛そうですよね。ゲさん、激辛動画とか今までしたことなかったですか？そうですね。だから今回はなんか新しいことをやってるか、激辛も大食いを始めてから全然挑戦しなくて。じゃあ元々は多分食べたこともあるので、はい、まあ好き、まあ好きっちゃ好きなんですけども、まあ、あくまで一般人でというか、ただその、あやさんがめちゃくちゃ強いですよ。でも私ももともとカレーとか甘口の人だったんで、はい、赤辛は来たことありますか？あります。赤辛まで食べたことあります？10辛までです。あ、でも10辛はいけるんだったら全然30いけるんじゃ。相当辛かったよ。ちょっと楽しみですね。めちゃくちゃ楽しそうですね。いや、その今回僕のリアクション芸人みたいな感じになりそうなんですけど。でもなかなかその A さんがすごい、はい、ハードなリアクションしてるとこ見たことないから、これはこれで貴重な新たな一歩だな。そうですね。まあ、そういう意味でもちょっと。じゃ、そういう部分も楽しみにしたので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしよう。やばい、ちょ、同意書とかあるんですか？はい、怖っ怖っ怖っ。本州人は世界トップクラスのこれトリニダードスポーツをブートジョロッキーのようにした激辛料理です。やばやば。じゃあこのブートジョロッキーって聞き覚えありますね。なんかめちゃくちゃやばいやつですよ。スポーツとかめちゃくちゃやばいやつじゃないですか？これ聞いたことあります。あ、これだ、これ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 。うわ、すごいすごいですね、これ。え、なんかやっぱりなんか身が入ってます、やっぱり。あ、やばそう。お願いします。うおー、すごい、ぐつぐつしてます。めっちゃ辛そう。ちょっとぐしぐししてます。やばい。これだから作るのもなんかすごいそうですね。そうなんです。洗ったりするのも気をつけなきゃいけない。そうですよね。わー、すごい。胸痛い。なんか喉がなんかチクチクしてギガギガします。胸痛いのか。これなんか周囲のお客さんにもなんかこうよかったですね。今近くに誰もいらっしゃらなくて。なんか身がいる、身いますよね。身は、身がいる。すみません、これ何の身ですか？唐辛子。唐辛子。はい。うん。あ、すごい。うちの場にしといてよかったかもしれない。なんかすごい、なんかこれ、なんかこんなやばい香りするやつだと思う。もやしに、大きい牛もちに、ニラに、台湾メンチみたいな感じ。白菜、ニラ。つくねも入ってる。めちゃくちゃ目が痛いな。野菜から後悔で待つ。もうちょっといただきます。どうです、いけそうです。なるほど。え、美味しい、美味しいです。意外といけそうな気が。いや、怖いのが何しか食べた後なんだよ。あ、でもなんか確かにこれ じわじわくる。うん、うまい、おいしい。まあ、2、3口目から一気にいき始めた。めちゃくちゃめちゃくちゃおいしい。うん、おいしいんだけど怖い。確かにうまみもまだ感じるって感じるんですけど、うん、その後からもう刺すようになんか結構刺激が。いや、もうすでになんか、うん、あの、汗本当だ、汗かいてすごい出てますね。うん、またこの具材にもめちゃくちゃ辛さがすごい染みてる。こうやって、唐辛子が完食状態になる。多分、え、多分あら、豆腐もめっちゃ味染みてる。うん、まあ、豆腐が激辛豆腐。うん、なるほど。うん、
うん、あうわはい、痛い痛いですね、これ美味しいけど、痛い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 、いや、ほんと美味しい、最初美味しいって感じたの、うん、一口二口ぐらいだと思うんだけど、体が痛い、カレー、うん、これちょっと、なんかダラダラ食べてるとやばいよね、これ、やばいな、あ、辛っ、ほんとこの、熱さが相まってちょっと、アイス、アイスもいきます、私もちょっと我慢し、我慢してみます、あ、辛っ、うわ、辛っ、ちょっとなんか、これ、なんか一気にきますね、うん、アイスお願いします。アイス、はい。二つでいいですか。はい。辛っ。夏は辛。夏は辛。辛っ。油揚げ行くの怖い。油揚げなんかすごい辛さ冷たそうです。うまか。あ、唇が一気に赤く。カレー。油揚げやばい。でも、辛落ちてる。味が。油揚げこの辛さがすごい。吸っててやばいね。うわ、やばい。すごいな。天さ天さ。水水水水だな。あ、なんかジュースないとやばそう。あ、ちょっと待って、これやばい。頑張ってますよ。すいません、ありがとうございます、山ぶどうジュースを一つと、私もアイスお願いしますやっぱり無理でした、痛い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 、普通にアイスの前に痛い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 、痛いしか出ない、すごいというか、やばいですよ、うん、レッサン結構いってるじゃないですか、うん、ガマン、ガマン、ありがとうございます、ありがとうございます、店員さんが髪に見える、うんうん、うん、うわ、痛い、頭痛くなる、うん、回しなかったらこれ無理だった、この来るまで焦るでしょ、なんか、うん、痛い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 、うん、でもこれすごいのが超辛くて痛いのに薬うまい、うまさに感じるっていうか、うん、いやでもやっぱり痛いやばい、うん、やばい、うん、で痛い痛い痛い、油揚げのスープが染み込む方は半端ない、辛はやばすぎて、お互い目の前の鍋との格闘に必死です、火止めないとやばいですね、ああ、
か、うん、あ、これは本当なんかちょっと砕けた、砕け半分で友達同士で食べたらやばいやつですね。これは本当どういう種類なのか分かる。いや、もうでかい弱いとこじゃない。早めに見に行かないとやばいってことで、見に行きます。身やばいです。涼しい顔してたのかと思うんだけど、でも結構悶絶してる方も結構いますよ。悶絶してます。うん、カレーアイス2つお願いします。はい、
行きに行きました。うわ、あと締め。あ、下の方でもなんかいい感じにおこげが。よかった。無理でした。痛い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 。チーズが全然中アイテムになってない。いや、全くなってないです。辛すぎて。むしろなんか熱をなんか。わかるわ。いや、熱いのかね、どうしようって言ってます。フードファイターってメンタル強いじゃないですか。そうですよね。なんか我慢強いっていうか。じゃあ、まあ一応その辛い限界というか激辛を感じるわけだけど、結局感触は狙っちゃうというか。胃の限界の戦いに似てますもんね。うん、無理だ。でも食道が痛い。まだ行きます。じゃあ私に頑張ります。大丈夫ですか。入れちゃっていいですか。もちろんです。半分。あ、もう。じゃあ私に行きます。もうちょい行きます。よし。これ行っちゃいます。よし、これで。これを食べきったら完食ということで。完食ってことですね。辛いの食べることによってかなりエネルギー消費した気がする。確かに。最初に食べたの全部、多分これでカロリー消費してる。でもそれぐらいちょっと我慢してますよね。うん。汗かい、汗も涙も。痛い。痛み止め飲んでくればよかった。効かないから。いや、これは軽く突破してきそうですね。痛み止めって効くんですか。効くのかな。口の中に直射麻酔使い、ラストスパート行きます。しばらく来てよ。
ありがとうございます。結構暗くなってきた。あ、先生ありがとうございます。美味しかったけど。美味しかった。あんまない辛さでした。食べれましたね、でも全部。なんとか。すごい。でもバニラアイスなかったら無理でした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。バニラアイスもう一つです。もう一つ。はい。私も最後にいただきます。ということで、無事できたら、辛さを到達して地獄を味わう2人とも完食することができました。ごちそうさまでした。ただの痩せ我慢です。私もです。今日本当にありがとうございました。 ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。日本の中お話も今度はね、ゆっくり、まあ、そうですね、ちょっと今度は激辛じゃないやつ。そうですね、辛い、もう途中から辛すぎてもう自分との戦いになってました。てな感じです、はい、ありがとうございました。リサの動画も上がってますので、ぜひぜひそちらの方も見てみてください。概要欄の方に載せておきます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。僕の動画の方でも概要欄で小野さんの動画を紹介しておくのでご覧になってください。ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。